それでは続きまして中山さん、はい、中山さんのアクションシーン満載の CR ガロ魔界の花の完成を迎えて、率直なお気持ちはいかがでしょうか。いやー、今ものすごく嬉しいです。まさか自分があのパチンコ台になるとは思ってもみなかったので、あの先ほども演出の方をいろいろ見させていただいたんですが、本当に綺麗で大きくて迫力があって、またいろんなところあっちもこっちもあの動くので、どこを見たらいいか迷ってしまうほどだったんです。あと、まあ、ちょっと個人的な話にはなるんですが、僕の父親三田村邦彦も、まあ、あの他のメーカーさんなんですがパチンコを出していまして、まあ、僕自身はまだ役者としてまだまだ未熟なんですが、あのパチンコ台では肩を並べることができたかなと勝手に思っております。それはもう喜びもひとしおですね。そうですね。さあ続きまして水石さんはいかがだったでしょうか。そうですね、あの待ちに待ったという感じで、僕たちもこの CR ガロ魔界の花に向けて力を入れて準備をしてさせていただいたので、本当に楽しみにしておりました。はい、V 角 ST タイプです。出玉も継続率もそのままに、ラッシュ突入率が 51% から 53% になってます。また前作で好評いただきました牙が活躍する牙ゾーンという新たな演出も加わっております。これは時短かと思わせておいて、変動中に牙が登場するとプレイヤーには嬉しいことが起こるかもしれません。そうなんですね。さあそれではあの本日発表になった CR ガロ魔界の花の実機をご覧になっての感想を伺いたいなと思うんですけど、どうですか。はい、あの実は先ほど楽屋の裏の方に あるんですけど CR が、でそれを実際にちょっと体験したんですけども、あの、まあ、業界用語で言う役物って分かりますか。役物がすごい本当になんだ迫力があって、でなんだろうな、こう迫力があまりにもあるので、こう打つことよりも見ることに集中しちゃって、もうなんかいつの間にか夢中にこうやってましたね。だからすごい本当に女性の方でも、まあ、楽しめる CR になってるなと思いました。のめり込んじゃいますね。そうですね。さあそれではファンの皆様へ一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まずは水石さんお願いいたします。はい、ドラマガロ魔界の花の魅力がたくさん詰まった CR ガロ魔界の花、ドラマのファンの方、もちろんパチンコのファンの方にも、皆様に楽しんでいただけるような作りになっていると思います。全国のホールで皆さん楽しんでいただけたらと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いて中山さんお願いします。これまでの CR ガロシリーズを楽しんでいただいた皆さんはもちろんなんですが、ドラマ魔界の花をまだ見ていないという方はですね、 DVD ブルーレイが出ていますので、そちらを見ていただいた上で、あのこの CR ガロ魔界の花をあの遊んでいただければより楽しめると思いますので、あのホールの方にぜひ遊びに行っていただけたら、もしかしたら隣に僕がいるかもしれませんし、もしかしたらその隣に親父がいるかもしれないので、あのぜひ楽しみにあのホールの方に来てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあそれでは最後にザワチーさんお願いします。本当前回の CR よりもレベルアップしていて、迫力もすごくて、まあ、女性の肌でも楽しめる CR になっているっていうのと、あと本当にねこう長時間やっても飽きないっていうのが絶対今回の魅力だと思うので、ぜひ皆さん楽しんでやってみてください。そして次回作にぜひザワチーも出演させていただけたらなと思います。お願いします。どうもありがとうございました。はい、 CR ガロ魔界の花は前作のガロ金色なれであっと驚いたあのパーフェクトフェイスオブガロはもちろんのこと、あのファイナルフェイスオブガロがですね、なんとライトニングフェイスオブガロとなって新たに進化して帰ってきたということで魅力たっぷりなんですけど、史上最強となるガロが登場、そして歴代に馴染みのあるホラーもパワーアップして帰ってきたということで、ガロの魅力が詰まったその CR ガロ魔界の花となってます。そんなですね CR ガロ魔界の花をどんどんと私たち三成ガールズも精一杯三成 Twitter、Facebook で発信していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そして三成ガールズ3人でですね、これからも三成愛を込めて三成ラブで頑張りますので、よろしくお願いします。
せーの、スイッチオン。